クレバとナンバーアンダーラインアイがついに共演 FNS 歌謡祭での夢のコラボレーションに期待高まるさらにこのコラボが実現複数派と7月3日水曜日夜6時30分から生放送テレビ楽しみな方挙手挙手今年の夏ファンたちが心待ちにしている特別な瞬間がやってきます7月3日の夜 クレバとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションが FNS 歌謡祭のステージで実現します。これは多くのファンが待ち望んでいた夢の共演であり、夏の一大イベントとして記憶に残ること間違いなしです。クレバとナンバーアンダーラインアイはそれぞれの音楽シーンで強い個性と才能を発揮してきましたが、この共演によって新たな化学反応が生まれることでしょう。ファンたちはすでに SNS で興奮を隠しきれず、 その期待感がまままますすす高まっていますクレバはヒップホップシーンのリーダーとしてその革新性と卓越した技術で多くのファンを魅了してきました彼の音楽は独自のリズムとメロディーそして深いリリックで知られ多くの人々に影響を与えていますナンバーアンダーラインアイは若手アーティストとしてそのエネルギッシュなパフォーマンスと個性的なスタイルで注目を集めています 彼らの楽曲はポップスとダンスミュージックの要素を融合させ、若い世代を中心に幅広い支持を得ています。今回のコラボレーションは、一歳合祭とボンという二つの楽曲を通じて実現します。一歳合祭はクレバの代表曲の一つで、その力強いビートとキャッチーなメロディーが特徴です。ナンバ・ーアンダーライン・アイとの共演によって、この曲がどのように新たな息吹を得るのか、 非常に興味深いところです一方ボンはナンバーアンダーラインアイの楽曲でその軽快なリズムと明るい雰囲気が夏の季節にぴったりですこの間がクレバの手によってどのようにアレンジされるのか期待が高まりますこのコラボレーションは単なる音楽の融合にとどまらず双方のアーティストが持つメッセージや価値観が交差する場でもあります クレバの音楽にはしばしば社会的なメッセージが込められており、リスナーに深い考えを促します。n o u n d e r l i n e I の楽曲は、希望や夢、青春のエネルギーを感じさせる内容が多く、若い世代に共感を呼んでいます。両者の音楽が交わることで、新たなメッセージが生まれ、ファンに強いインパクトを与えることでしょう。この夏の夏 FNS 歌謡祭は、 音楽ファンにととって忘れられらなない瞬間となるはずですリアルタイムでこの共演を目にすることができるのはまさに贅沢な体験ですファンたちは SNS でこの瞬間をシェアし共感し合うことでしょうクレバとナンバーアンダーラインアイのステージがどのように展開されるのか一瞬たりとも見逃せませんこのコラボレーションを前に クレバとナンバーアンダーラインアイの両者からファンに向けたメッセージが発信されていますクレバは今回の共演について若い世代のアーティストと一緒にステージに立つことで新たな刺激を受けることができるナンバーアンダーラインアイのエネルギーを感じながら自分の音楽をさらに進化させたいと語っています一方ナンバーアンダーラインアイのメンバーもクレバさんとの共演は夢のような体験です 彼の音楽から多くのことを学び私たち自身も成長できると確信していますと期待感を表していますファンたちはこのメッセージに感動しますます期待を高めています SNS にはクレバとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションを待ちきれないという声があふれています一切合切やボンがどのように進化するのかそのパフォーマンスに対する期待が高まるばかりですこの夏 FNS 歌謡祭のステージで繰り広げられるこの共演はまさに音楽の祭典となるでしょうしかしこのコラボレーションが実現する背景には双方のアーティストの努力と情熱が詰まっていますクレバは常に新しい音楽の可能性を探求し続けその過程で多くのアーティストと共演してきました彼の音楽への情熱はとどまるところを知らず常に進化を続けています一方 ナンバーアンダーラインアイはデビュー以来その独自のスタイルとエネルギーで急成長を遂げています彼らの音楽は聴く人々に元気と希望を与えそのパフォーマンスは観客を魅了し続けていますこのような背景を持つ両者が一つのステージで共演することでどのような新たな音楽の世界が広がるのか非常に楽しみですクレバとナンバーアンダーラインアイの音楽が交わることで ファンたちにとっても新たな発見と感動が待っていることでしょうこの夏の「FNS 歌謡祭は」はまさに音楽の力を感じる瞬間となりますそしてファンたちの期待を裏切らないためにクレバとナンバーアンダーライン愛は最高のパフォーマンスを準備していますリハーサルの段階から双方のアーティストはお互いの音楽に対する理解を深め最高のステージを目指して努力を重ねています 彼らのプロフェッショナリズムと情熱が、このコラボレーションをさらに特別なものにしています。この夏、FNS 歌謡祭のステージでクレバとナンバーアンダーラインアイの共演が実現することは、音楽ファンにとって最高のプレゼントです。リアルタイムでこの瞬間を目にすることができるファンたちは、まさに幸運と言えるでしょう。クレバとナンバーアンダーラインアイの音楽が交わることで、新たな感動と発見が生まれ、 その影響は長く続くことでしょう。この夏の FNS 歌謡祭は、音楽の力を感じる特別な瞬間となり、ファンたちにとって忘れられない思い出となることでしょう。FNS 歌謡祭の生放送が近づくにつれ、ファンたちの期待感はますます高まっています。この特別なコラボレーションを見逃さないために、多くの人々がスケジュールを調整し、テレビの前でその瞬間を待ち望んでいます。 クレバとナンバー・アンダーラインアイの音楽がどのように融合し、新たな世界を作り出すのか、その瞬間を共有することができるファンたちは、本当に幸運です。この夏の FNS 歌謡祭で繰り広げられるクレバとナンバー・アンダーラインアイの共演は、音楽の力を再認識させる特別な瞬間です。彼らの音楽が交わることで生まれる新たな感動と発見は、ファンたちにとってかけがえのないものとなるでしょう。 この夏、FNS 歌謡祭のステージで繰り広げられるこの特別な共演を、どうぞお見逃しなく。そして、その瞬間を共有し、共感し合うことで、音楽の力を再認識し、新たな感動を感じてください。さらに、この特別なコラボレーションが実現する背後には、多くのストーリーが存在します。クレバとナンバーアンダーラインアイがどのように出会い、 互いの音楽に影響を与え合うに至ったのか、その背景には興味深いエピソードが隠されています。クレバは、これまでのキャリアを通じて多くのアーティストと共演し、その才能を開花させる手助けをしてきました。彼の音楽は、ジャンルを超えて多くの人々に影響を与えてきました。そんなクレバが、若手アーティストのナンバーアンダーラインイに注目したのは、彼らの音楽に感じた可能性と情熱からでした。 ナンバーアンダーラインアイのエネルギッシュなパフォーマンスと独自のスタイルは、クレバの目に新鮮に映り、共演の機会を求めるきっかけとなりました。一方、ナンバーアンダーラインアイのメンバーにとっても、クレバとの共演は大きな挑戦であり、学びの場でもありました。彼らはクレバの音楽から多くを学び、自分たちのスタイルを磨いてきました。クレバのアドバイスや指導を受けながら、 ナンバーアンダーラインアイは自分たちの音楽に新たな要素を取り入れさらなる成長を遂げましたこのような相互の影響と成長の過程が今回のコラボレーションにつながっています両者が互いに尊敬し合い共通の目標に向かって努力することで最高のパフォーマンスを作り上げることができましたこの夏の FNS 歌謡祭でその成果を目にすることができるファンたちは本当に幸運です またこのコラボレーションは音楽シーン全体に新たな波を起こす可能性を秘めています。